皆さんおはようございます朝7時半になりました今日なんですけども昨日第2チャンネルであげました動画そのままこちらに掲載させていただきます内容的にねどうしても見ていただきたかったもんですからそういうことにさせていただきましたそれではどうぞ6月26日ラジオ日本人の怒りチャンネル2でございます あのね万博なんですけどもなんか、ね、すっごい話題が出てましたね、これおそらくね全国ニュースになってないんじゃないかな、関西地方で流れただけのローカルニュースだと思うんですけども、いやいやいやあのとんでもない特集やっておりまして、あの万博、ね、揉めに揉めておりますけども、今日ね驚愕の事実が発覚しましたと、これ、えー、外国の方々560人ぐらいかな、奈良県に集まりまして、まあ万博の下打ち合わせみたいなことをバーンとやってたんですけども、その中でね問題がね浮上したんですよ。で私もも気づかなかなったんですけども 万博っていうのは普通やるときに当然その国のスタッフが半年にわたって常駐するんですよ。そうでしょでところが普通というのはその、ね、会場の中、まあ、あるいはその会場の隣といいますかそういう辺りにホテルを作る、えー、あとは、ねまあ、仮の宿舎を作ってそこに住んでそこからま徒歩で通うようなことが当たり前なんですってそりゃそうですよね当たり前ですよね外国なんですもんところがねあの大阪見てくださいあの万博会場ってどうです宿泊施設なんかないでしょうとなると 各国の人たち、当然、スタッフがいるんですけども、どうやって来るかって話をしてたんですよ。私も盲点だったんですがそこで驚いたことにですね、このスタッフ、例えばね、このニュースに出てたんですけども、リトアニアだったかなポーランドだったかな、まあ、その辺りの国々の人々、まあ、セルビアの人もいたんですけども、その人たちがです、ね、口々にしていたのはうちのスタッフはあ梅田のどこどこに宿を確保しました。 とかねこの辺がいいかなと思って探してますと、えー、そして国によりましてはあの万博の会場にこれを到達するまで1時間ぐらいかかるんですよでしかもどうですかのんびり座った特急列車で1時間ならいいんですけども朝の時間っていうのは大阪の通勤自体、えー、時間に当たるんですそうでしょうその中を外国人がですよあの満員の電車の中で一緒に通勤してそしてあの会場に通わなくちゃいけないという今の状態だとそうなっちゃうんです これ、すごい話だと思いませんか私ね、聞いて、ね、本当、ええー <laughs> と思ったんですけどもだからね、外国の人たちあ、そうそう、スイスの代表団が言ってましたけども、我々の国にはね、そんな満員電車なんて存在しないんだが、日本ってうのはすごいんでしょと、体をこんなね、押しつぶしながら通っていくるらしいんだけども、いや、どうしようかねということで悩んでいると、いや、これ、確かにそうですよ、だからね、このあたり、全然考えていなかったらしくて、いや、もちろんね、あの大阪も考えていたらしくてですね、 2600だったかな、えっとね、民間のいわゆる宿泊施設といいますかホテルある,あ,あるいはですね大阪府の公営住宅を各国に割り振ってるんでですすよよ公営住宅ですよ例えば大阪市の、ね、住宅とか大阪府営住宅そこの空き部屋をなんと外国のスタッフに割り当ててそこから半年間現場に通えっていうんですけどこれはあまりにも酷じゃないですか。 たまったもんじゃないと思いいますけどねいや中にはねなんかまるで日本の世界といいますかね日本に住み着いてようで楽しいって人もいるかもしれませんホテルじゃなくてねそういう不衛住宅で面白いって人もいるかもしれませんけどもいやそれにしてもねそれは何だなと思いますよねやっぱりね満員電車が一番の問題になりますそれで大阪の万博実行委員会かななんてねこれコメントしてたこと言いますと「自社出勤お願いしますと」とつまり日本でもやってるでしょ企業に対して 朝早くね通勤させてくださいとみんなで時間ずらしましょうってやってますけどもそれをね外国の万博スタッフに求めてるっつうんですよ早く出てきてくれとこりゃねえだろって思いませんだってその分早く来るだけその人たち大変なわけでしょそれを 使い勝手じゃないやいわゆるね勝手がわからない日本という国でそれやるっていうんですそれはねあんまりにもめちゃくちゃですでさらにもうね外国人の人たちも気づいているんですよだってねあの島に入るには1本しかルートがないわけでしょあれがもし滞ったらどうするんだろうってことを外国の人たちがみんな口々に言ってたんですよでしょ 当たり前ですよね、そんなことはね。で、さらにひ、ね、どい話もあったんですけども、あの爆発事故あったんですけども、これね、ポーランドかな、どっかだと思うんですけども、その事実を知らなかったなんていうね、そういう人もいましたね。これちょっと都合の悪いことは隠すと言いますか、まあこれは事務的なミスでね、耳に届いていないかもしれませんけども、ひょっとしたら意図的にこれは報道してない、通達してない可能性もあるわけですよ。いかがですかね、これだけ聞いただけでも相当恐ろしいってことは考えられるんですけども、あともう一つはね、 やっぱり出てくるのが、これね、中央線というのを使うんです。まあ、これ、地下鉄でして、この大阪の中心部と、あの、端っこね、あそこをずっと結んでるんですが、これ、1本だけあるんですよ。ででこれ止ままったらどうしますでね最近 地下鉄かどうででですすすかか結構事故で止まったりするじゃないですかそうなったらもうパンクになりますとなると最悪スタッフが会場に行けないということはあの中央線が事故か何かで止まってしまいますとなんと今日は万博お休みーっていうことになっちゃうんですよ。でこれね どうですかねほとんど可能性ないじゃなくて半年間も期間がありますのでこれ可能性あるどころか起こるんじゃないですかだってそのぐらいの頻度で止まりますもんいやーこれねさすがに私はひどいと思いますよねでしかもですね、えー、やっぱりねこの問題としてほら万博津田もう炎天下の真夏の期間があった 多数を占めるわけでしょで各国のスタッフっていうのは、まあ、室内でやるまあね主には活動してるわけなんですが外で活動することもあるわけでしょでね、あのー、これはねやっぱりどっかの国の人が言ってましたけども日本の夏は相当ひどいねとしかもね今日もうかなりほら雨降っていてもうじっとじっとでしょだからねあの来た外国人のスタッフの中にはもうねこの梅雨時のこの高湿度というのがもうこれ自体で耐えられないっていう人はかなりいるようでしてでしかもねこれ万博始まったら 6月、7月、8月、どうですか、9月もそうでしょう、このあたりもやるわけなんですよ。スタッフ持つと思います、ヨーロッパの上の寒い方から来た人たち、それたまらないですよ。だってね、上海ぐらいだったらまだいいんですけども、これね、大阪ですよ、夏ですよ、めちゃくちゃ暑いってことが予想されるわけなんですが、これ、どうしたらいいんでしょうかねと。というのがね、今日も話題になっていたんですけども。 おそらくはねこれインタビューしてないこれ外国の方に行けたらもっといっぱい問題出たでしょうねでこれオランダの人かなうーんとね梅田近辺をうろうろしてたところを、まあ、このスタッフがねなんか質問してたんですけども、まあ、そのオランダの人というのは梅田辺りにいい物件ねこれはまあスタッフの滞在施設なんですがそれをね探そうと思って動いていたらしいんですけどもそれはなかなかないですよねでねやっぱりねダメなのは朝の通勤ラッシュ夕方の通勤ラッシュっていうのを知らないですよ オランダ私、オランダ好きでねアムステルダムとかねあの辺りの、まあ、ロッテルダムとかも10回ぐらい私行ったことがあるからよくわかるんですけどもそもそも通勤ラッシュなんかないですもんね。全然知れてますよ。だからオランダ人にとって通勤ラッシュというのはちょっと人が立っていて混んでるかなーというねそのぐらいが通勤ラッシュになっています。大大阪阪でででですすすよよ確かにには東東京京ほほどどどじじゃゃなないいんですけども梅田にね 宿舎を構えてあの夢島に行くということは、おそらくは御堂筋線を通っていくはずなんですよ。御堂筋線っていうのは、これはね、大阪でも一番混むところ、まあ、東京で言ったらまあ最強線みたいなもんですよ。あんな感じね、あそこの朝ね、これね、オランダ人とか欧米のスタッフが行ったらどうなりますかね、これやっぱりね、考えられないと思いますよ、どう考えても。 さらに外国人の方々、心配していたのはやっぱりバスですよね。バスとか大丈夫かと、バスの数が足りるのかと、やっぱり情報を得てるみたいですよ。だって今すでに日本でもバスの運転手が不足で、なんだかんだ言ってバスがね行かないんじゃないかと。で、これは当日ね、スタッフ外国人スタッフをバスで運ぶとか、そういうことも考えてるみたいなんですけども、これもね、ひとまず台数を割り当ててるだけで、運転手が確保できるかどうかと、これを外国人がすでに心配してるんです。どうでですこれ日本でも問題 なっってますけどやっぱりこれね隠せませまんよこの辺りめちゃくちゃ心配してるんですけども私ね現実としてこういうことが起こりそうな気がしてならないんですよでさらに言いますとこれ女性スタッフも多いわけでしょこれ大阪御堂筋線大丈夫かなこれ大阪に行きますとね面白いポスター貼ったんですよね痴漢あかんっつうの貼ったんです何陰踏んでるんだって感じなんですけど大阪らしいでしょ私も初めて関西に来た時笑っちゃいましたよねなんやこのポスターと東京から行くとね笑っちゃうんですよ痴漢あかん笑っとる場合かと 思うんですがやっぱり一番大阪でででこここのの被害が多いいは未動筋線でございますでここに外国ねおっ外国人じゃないかってことで狙うようなそういうねやからがね出ることは十分に予想されますとなると日本のイメージ最悪になっちゃいますよどうですかねだから考えたらね女性スタッフのこういう痴漢対策まで考えなくちゃいけないんじゃないですか吉村さんと思っておりますけども今日の会議でそんなことが出たんでしょうかねさあところで今日はね奈良で会議をやっておる まして、うん、ほとんどの人はね奈良ではこれ止まれないと思いますから大阪に帰って大阪で1泊してという形だとは思うんですけどもこの辺りもしっかり話を詰めていかないと大変なことになる気がしますよ。 そしてあとはね、これはもうしょっちゅうね、これ関東でも流れてると思うんですけども、いわゆる建物ですよね、方式,方式とか、X 方式とか、ウッドタイプとかね、いろんなものが出て,出ておりますけども、結局ね、独自のその国の色を出すというパビリオンから続々と辞退をしておりまして、何の変哲もない、なんかプレハブ住宅の中にね、ちょろーんとあるような、そんな形になる国がどん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 出てくるんですよ。そんなもの、夢も希望も、へったくれもないと思いませんか。まあ、中にはねポーランドあたりがそうらしいんですけども自国 ここの建設にすごくこだわって、ね、いいものをやろうなんて考えているところもありますけどもただまだ10カ国程度が建設業者すら決まっていません、いいですかあと290人しかないんですけども建設業者すら決まっていないという国が10カ国あるんですよ。 こんななありえないでしょうかといって今からね中止するなんてことはまあほぼというか絶対ないもんですからおそらく万博が始まってもあっちこっちでトンカントンカンねこれ工事をやってるということが発生するんじゃないかと私は思いますけど皆さんどうでしょうかねいやーこれはねたまらない万博になると思いますよはいえ今日の動画良かったと思う方ねいいねボタンチャンネル登録そしてあの,あの拡散拡散じゃない共有っていうんですかねあれもやってみてください是非お願いしますねそれでは